P-36P-36 は1930年代にアメリカ合衆国のカーチス社で開発された戦闘機。アメリカ陸軍航空隊のほか、ヨーロッパをはじめ各国にも輸出された。愛称は、ホーク、ホーク。アメリカ陸軍航空隊最初の近代的戦闘機、全金属製型持ち単葉の主翼、引き込み足などの採用の一つである。 1935年の5月27日に実施予定の直追撃機競争施策でカーチス社は前年の夏に設計が完了していた社内名称モデル75を提示した。これはボーイング P-26 の後継機を狙ったもので1934年11月17日に製作を開始翌年の5月15日に初飛行に成功する。試作機は ライト XR-1760、試作空冷エンジン、微小出力900バリー機を装備した、善な方持ち式の低翼単容器で、外翼部は水密になっており、不時着水の際に浮力を確保するフロート構造になっていた。しかし、他社の試作機は5月27日の試験飛行予定日にまで間に合わず、 陸軍は試験期日を最終的に1936年4月10日まで繰り下げたため、カーティス社はそれを利用してモデル75の回収作業に入り、発動機をライト XR-1820 から39サイクロンに換装。キャノピー背面にへこみをつけて後方視界を改善したモデル75バイトを持って協作試験に臨むこととなった。だが、試験は セバスキー社のセブマイナス7、後の P マイナス35に敗れてしまう。これは、パワープラントに選んだ試作型ライトサイクロンの不調に、起因するもので、ライバル機であるセブマイナス7も、同じ欠点を抱えていた、スベイマイナス7は、途中で、同発動機に見切りをつけて、P&WR-1830 から Q に換装しており、この弱点を克服していたためであった。 モデル75バイトは、結果的に破れたが、その性能を惜しんだ陸軍によって P-35 で性能の良さが確かめられた P&W-1830 へ、発動機を換装することが指示され、Y1P-36 として、追加試作機3機が発注されることなり、翌年、P-36A として採用された。カーチス社の商品名は、 モデル75と高を表す、ホークを掛け合わせた、カーチスホーク75である。P-36A は210機という、対戦艦では、珍しい大量発注を受けた。車内名称は、モデル75リットル、発動機は、P&W-1830 から13、微小出力1050馬力。 武装は機種に 12.7mm 機関銃と 7.62mm 機関銃を備える。うち30機が P&WR-1830 から17、離小出力1200力機と主翼に 7.62mm 機関銃を各一丁ずつ追加した武装強化型 P-36C になり、実際に生産されたのは177機である。また、 ホーク75は各国に輸出され実戦に使われた。フランス空軍では H-75 と称され、P、P-36A と比較して武装が 7.5mm 機関銃、4と強化されている。第二次世界大戦開戦時、四つの戦闘機大隊が数十機を装備しており、操縦性能はともかくとして、耐久性は MS-406 よりもあったため、 海戦により追加輸入を希望したが、降伏するまでの期間が短かったためそれほど数は多くなかった。にもかかわらず本機は BF-109 よりも低空での上昇力や旋回性能に優れ、これを装備した部隊はドイツ空軍機を相手に200機ほどを撃したとされる。フランスほか同盟国が降伏の際には輸送途中、あるいは連合軍勢力内にあった、 H-75 の多くはイギリスに引き渡され、規格を英国仕様に改めた後に、カーティスも、ホーク、モーホークと命名されて、イギリス空軍で使用された。なお、中国に売却された、ホーク 75M、タイのホーク 75N、アルゼンチンのホーク 75O は、固定客の廉価版である。太平洋戦争開始時には P-36 は、 やや旧式化していたせいもあり、アメリカでは後継機である p 4 2急速に交代して1942年中には退役していったが、それでもアメリカ陸軍はハワイ上空で日本海軍と渡り合っている。その他オランダの東インド空軍の装備機が日本軍と交戦。ノルウェー向け輸出型はドイツ軍に接収され、フィンランドに売却されてソ連軍を相手に、 実戦参加。イギリス空軍モモホークをビルマの日本陸軍機を相手に使用している。また、統治作戦の際には北アフリカのビシーフランス空軍に残存していたホーク75が米飛機と空戦を展開している。改良型の P-40 は速度性能こそ向上したものの重量が大きくなって運動性が低下しており、日本軍にとってはむしろ P-36 の方が手ごわい相手と認識されていたという。実際、ビルマにおける1942年11月の、ヤブサイ1型とも、ホークの戦闘では、両者の旋回性能や戦果、損害がほぼ互角であったことが記録されている。P-36A、P-36G、まだまだ性能向上の余地があると見込んだ。 カーチス社は P-36 をベースにした改造実験機を多数製作し、これが後の P-40 へと繋がっていく。1937年にはターボ化吸気付け機霊式のアリソン V-1710 から11、微小出力1150馬力へと換装し全長を 75cm 伸ばした XP-37。 あとに13機の増加試作発注があり、YP-37 となるが開発されている。XP-37 はターボ下球機を搭載しており、そのためコックピットが機体後部まで移されていた。しかし、コックピット移設による前方視界の大幅不良とターボ下球機の不調もあり、152時間の試験飛行後に除籍となった。続く y p 十七は、 発動機をアリソン V-1710 から21に換装。新型ターボ加級機を搭載し、重量増加に対処するため、コックピット後部を延長したが、やはりターボ加級機の不調が目立ち、満足な試験飛行が不可能だったため、1942年に計画中止となっている。最高速度は時速 557km、高度 3050m であった。 問題の多かったターボか9機を搭載せず、P-36 を限定に、液霊エンジンを搭載する機体は、1939年にアメリカ陸軍が要求した中、低高度用新型戦闘機案に対応して、モデル 75P として、カーティス社が提出したものであった。発動機は、アリソン v 千七百十から十九、微小出力千百六十馬力。 機体は P-36A を回収して製造され、最高速度は時速 550km、高度 3700m を叩き出した。XP-37 と違ってノンターボであったので駆動系の問題も少なく、同年4月26日に P-40 として採用が決定された。P-40 は通常ならば多数の増加試作機、 YP ナンバー機体が必要な通例を破って、いきなり生産型が発注されたが、これは実績ある P-36 としての改良型ゆえの措置であろう。こうして本機は新たにカーチスモデル81シリーズとして量産化されていくこととなる。この後の詳細は P-40 を参照。XP-37 が性能向上に励む一方、 空冷エンジンによる性能改良も1939年に行われ P-36 をベースにした研究機が XP-42 として開発された。これは空冷エンジンメーカープラットホイットニー社による実験機で空気抵抗軽減のために機種周りに細く絞り上げた清流カウリングを取り付け P&W-1830 から31 微小出力1050馬力を延長軸でプロペーラを駆動し、大型スピナーを取り付けた姿は一見、液霊エンジン装備機に見違えるスタイルとなっている。しかし、延長軸から来る振動と、カウリングによる冷却不足に悩まされ、肝心な速度向上も高度4420メートルで、時速554キロメートルと、それほどでもなかったために XP-42 は一機のみで、 計画中止となった。第二次大戦前陸軍機、全周航空ファンイラストレーテッドナンバー74、文林道を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。